書かれたような赤い傷ある施術で被害に遭いました先週行われた厚生労働省の検討会議題は美容医療のあり方今美容医療をめぐってはトラブルの相談が増え問題となっているのです全国に100カ所以上展開する SBC 湘南美容クリニック このありから行けますね。開いてます。今このありお痛みどうですか。大丈夫です。です美容医療の一つハイフと呼ばれる施術を10年前から行っています。ハイフとは超音波を照射してシワやたるみを取るものです。数万円で受けることができ、切らないたるみ治療として幅広い世代から人気があります。 本当に20代の若い方から上は、60代、70代ですね、他のものに比べると、比較的、ちょっと皆さん、頑張ったら手が届くかなっていう値段設定になってますので、受けていいいただきやすすかなっていうとうころもありますしかし、この施術をめぐって今、増えているのが神経損傷して、半年ぐらい笑えないくらい顔おかしくなった。 顎下配布でやけどみたいな跡できて、最悪神経麻痺ややけどなどの被害です年齢の年齢なので、やっぱりたるみが気になってたから、あの引き締めたいという思いはまさかあそこまでやっすると本当に思わかなくて。 当時40代の女性は3年前、エステ店で顔全体と顎の下の配布を1万円ほどで受けましたが、施術後すぐに痛みを感じました。サロンから、まあ、マスクして出たんですけど、当たり風、マスク越しからシューる風だけで痛かったんですね。お家に帰ったらもう真、ま、っ赤なんです、全部、顔が。 これもしかしてら一生残るかなぐらい本当に深かったのでやけど痕が皮膚科で処方された薬を塗りおよそ3週間でやけどの後はなくなりましたがシミが残りましたエステ店は友人の紹介だったこともあり店には連絡することはできず泣き寝入りの状態に

その原因の一つとされるのがこれまで配布に関してはどのようなものが医療行為にあたるのか明確なルールはなくエステサロンなどで医師免許のない人が施術したりさらには機械だけを置いて自分で施術をしたりする店もあってハードルが低くなっています。 消費者庁によると配布による事故の件数のうち美容クリニックでの被害はおよそ2割だったのに対しエステサロンはおよそ7割そして中でもエステサロン店の6割以上が医師から研修を受けずに施術をしていたことも明らかになりました。こうしたたリリスクククを減らすため湘南美容クリニックでは 医師が患者の肌の状態を診察した後、施術方法を定めたマニュアルをもとに看護師が施術します何か治療を受けられるということには必ずこうリスクというものが伴います。 やっぱりこう正しい知識を持って照射しないと効果が出ないものにもなりますし、医師法に即した方法での治療提供のみが、このように存在するべきなのかなと思うこうした状況を受け、厚生労働省は先月、医師免許なしでの施術は、医師法違反に当たると、各都道府県に初めて通知を出しました。 その被害というのが火傷そして麻痺ですかそうなんです相談件数2019年から去年比べますと3倍以上に増えている現状がありますこの現状を受けてこんな動きがありました 厚労省は先月二十七日、不適切な美容医療の対策。これに関する初会合を行いました。で指摘されたことですが、自由診療などで、なので、指導や監査が限定的である。実際のトラブルは、もっと多いことなどが挙げられました。年内をめどに報告書がまとめられる方針です。で 美容医療に詳しいブランククリニックの加藤理事長にもお話を伺いました美容医療の機器は安全性が確認されていないものが多く、うん、医師の責任の下で使用可能となっている治験を行って安全性、効果機能の確認をしてからの使用を義務付けるべきだとおっっししゃっていました浜田さん、この美容医療に関してどういう規制が必要だとお考えですか。 もともとこの配布の技術ってがんの治療とかに使ったものなんですよね。うん、ねなので、まあまあ医療行為として、まあ使ってたものなので。まあ今回その厚労省が通達を出したことで、まあ医療行為であると、これは。うん、なので、まあ基本的にはやっぱり医師か、うん、それまあ準じる。まあ医師の指導を受けた人があのやるべきというのが。まあ一歩進んだのは、私はあのわかりやすくなったなとは思います。はい、もう一つはやっぱり危機ですよね。うん、危機がほとんどが輸入されているものなので。まあ日本のその薬機法などの対象外だということで、その安全性に対しての基準がないというのを 問題になっているので、まあ、ここの危機に対してのやっぱり基準、どういうものが、まあ、その安全性が、あの。 なんていう担保されているかというのを、うん、その基準が必要もう一つはやっぱり利用者への注意喚起、はい、これもやっぱり皆さん知らないで、はい、結局じゃあクリニックとエステとどっちでやるかっていうのをこう選んでいらっしゃると思うのでうん、うん、値段とかで選ぶんじゃなくて、うん、やっぱりそのクリニックでこれはも医療行為なんだからクリニックでということをまあどうやって注意喚起していくのかというのも大事かかなと思いいまますそうです、ね、うん、見ていきましょ医療医療が身、ね、近になっている今こそちょっとチェックしていただきたいものがあります、うんうん、こちらです。 美容医療を受ける前にもう一度、これ、消費者庁などが出しているチェックリストなんですね、チェック1、使用する薬などがどのようなものか自分でも説明できますか。 チェック2効果だけでなくリスクや副作用などについても知り納得しましたかチェック3他の方法や選択肢の説明も受け自分で選択しましたかチェック4その美容医療は今すぐ必要ですか最後にもう一度確認しましょうでこの4つに1つでもチェックが入らなかった場合で4つチェックが入っても心配なことがある場合は改めて医師に説明を受けた上でよく考えてから施術を受けるかどうか決めてほしいなという,ふうに思います。そうですねしっかりこういう 情報収集をした上で施術にます。スクープや走るで,走るでニュースランナー。